勝てないんだよね、あの最強三人衆には。いや、分からんけど、本当に強化されてたら、この人の視点見れんかな。この人の視点見たらね、あの看板じゃねえな、あの関心のところに乗ってるやつが、ああ、見れんかったか。あ、でもこのね、この爆発キラーは、ね、ちょっと芸術点が高いかもしれんけど。もう見らんでいいんかな。え？びっくりした。俺、操作乗っ取られてんのか。こういう視点になるんだね。多分操作してる自分は特に何もなってないんだろうけど、他視点から見たらうるさ。これ 3DS 壊れないかな、大丈夫かな。 意味わからんとこいるし。まあ多少は切り抜きしますよ。まあこんくらい切り抜いてあげます？いいですよ。11周年のあれハイライトじゃない？今日一番目立ったんじゃない？まあやっぱそれなり、でもすごいって言われてもね、これ前見たやつだからね、何とも言えないけど、ここまでね、他の視点だったらこんなになるってなったら、ちょっとすごいなってなるけど。サムネは本当に撮影したい放題。ああ、うるさかった。で、これみんなでスーって前行くよ。あれ、レースが終わったからと思って、そういう感じになるんだけどね、いつも。めっちゃ見るよ、ビーダレ。あれやん、近いじゃん、視点。なんかいいな、止まった。ここいいね。ここを切り抜いて、なんかどっかで使おう。まあ、レアくらいのチートじゃない？本当に。ベリーレア、スーパーレアは。まあ、その言い方はもうないんか、今は。ウルトラレアとか、わかんねえや。ポケカはどんなシステムだったか忘れた。レア、ベリーレア、スーパーレアは、デュエマですね。デュエマのだいぶ昔じゃない？なんか急に画面が、静かになっちゃった。せめて視点に映してくれや。下画面うるさいけど。もしかしたらこっからセブンが始まるのかもしれないですね。何を見せられてんのこれ。ああ、出た、この終わる寸前になったらみんなが前進するやつね。